わあ、ノンポアン君。作、エイ・ホクソン。お空に雲が、ぷっか、ぷっか、ぷっか。鬼ごっこかな？楽しそう。あら、ちぎれ雲のポアンは、お日様のお袖に潜って、スー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 。力持ちの黒雲さんが呼びかけました。みんな手をつないで輪になって私の背中に乗っておくれ。元気に胸を張ってフィューン。雨粒になって山や海や町に落ちていきました。みんなに優しく降り注ぎます。目が覚めたポアン君。おーい、みんなどこなの？寂しくってシクシクシク。そよ風さんが言いました。みんなは黒雲さんのお手伝いよ。見てごらん、雲の隙間を指さしました。ほんと、みんなすごいな。よく見ようと体を伸ばして、ああ、木の枝に落ちてしまいました。ドーン、ドーン、ドドーン。羊さんが木に体当たり、ぐらっと揺れて、羊さんたちの上に無事に着陸。羊さん、ありがとう。風船がふんわりふんわりふんわり。よし、これにつかまってみんなを追いかけていこう。カルガモさん、どうしたの？ああ、この道を渡って向こうの川まで行きたいんだけど。よし、僕が交通整理。さあ、気をつけていってらっしゃい。ああ、ポアン君。僕たちは海へ行くんだよ。またお空で会おうね。後からみんなを追いかけていくね。カメさんは生まれた島へお引っ越し。みんなはお見送りだね。ポアン君も背中を後押しだ。気をつけて、元気でね。野原にもたくさんの仲間がいました。川に流れていく雨粒。お日様のマントに包まれていく雨粒。お空へ帰っていくんだね。ああ、僕もお空へ帰りたいな。どうすればいいの？そよ風さんが教えてくれました。私がみんなから仲良しの虹玉を預かってるのよ。これで虹の橋を作って帰れるよ。わーい、虹の橋を登ってお空に帰ってきました。お日様、みんな、こんにちは。少し賢くなったポアン君。今度はしっかりお手伝いを頑張ります。そして君たちにもまた会いに来るよ。またね。ねえ、一度野原に寝っ転がってお空を眺めてごらん。いろんな雲に出会えるよ。わあ、のポアン君。作、絵、エイ・ホクソン。発行所、グラニー出版。